やすげえ国を回らせていただいたんですけど、はい、国によって盛り上がり方が全然違って違、私が一番覚えているのがスイスで、おお、最初結構なんかアウェーな、ちょっとアウェーな感じでワンマンライブだったんです、はい、すごくドキドキして、でも一番最後のいじめダメ絶対っていうところに、はい、お客さんがみんなしゃがんで一斉にパッてジャンプしてたんですよ。その反応は日本でもなく他の国でも初めてだったので、スイス人はちょっと違ってたと。じゃあ逆になんかもうノリノリな国はどうだった？あとメキシコがすごくノリが面白かったんです。